原西フィッシングフットダブバレてもキャストしてファイト原西フィッシングフットダブ息のあるおじさんでいたいらば漁師高志原西真下です。まあ、真下の方が感度はいいでしょうね。遠くよりは。で、違和感、引き合わせで違和感あって、そのままもう一回誘い続けたって言ってましたね。一回思ったことあったんかな、今まで。あれ、今絶対そうやな。今そうでしょ、絶対。ポンって抜けたけど。なりました、なりました。で、多分今のは、原井さん、早すぎますね。うるさいな。マダコと同じリズムだったんで、あれで来たら、そう絶対そうです。あれで止めて、ちょん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 って軽く毎回誘うってことですよ。あのまま。原西さん今多分当たりました。スポーンって抜けました。いけるぞ、いけるぞ。今10時45分なので。潮を動き出すまであと40分ぐらいです。見てください皆さん、初めてのタコが釣れたのでようやくこの船に水が通りました。水を流してくれてます足元に。今キープする生き物がいなかったので流してなかったですが、今いや可愛いな。めっちゃ元気に泳いでる。そこでじっとしてるわけちゃうんや。いやちょっと先生の動き見てたらだいぶ繊細やなやっぱ釣りな。お母さんの肩叩いてあげてるぐらいの。お母さんの肩叩いてる。壊れてまいそうやからすごく優しくトントンってやってあげないと。ラスト5分です。いやーでもやっぱ最後のやつはあれ原西さん。僕は当たりだったと思いますよ。林さんが釣った直後に同じポイントで来たんでかなり説得力があるというか。いやもうマダコの癖が抜けへんからさ。まあそうっすね。いやめちゃめちゃ分かりますけど気持ちは。マダコもうガチクソかけに行かなかった。はいはい。あんなちっちゃい可愛いイイダコ相手にグーンやってましたから。この撮影の前の日、昨日なんですけど、はい、原西さんがシイラをバラした、はい、あの夏のキャスティングゲーム会後編をちょうど上げたところなんですが、はい、さっきコメント確認したら、はい、原西さんがそのシイラバラしたところに関してバラ西さんって書かれてました。はい、バラ西さんです。バラ寿司も好きやからね。バラ寿司も好き、はい、関係ない。バラ寿司好きなんですよ。好きやからね、はい、そんなか。でもね、バラ寿司もね、はい、メーカーによっては湿度入ってるんですよ。あれやめてほしいんですよ。いやいや、もうだからあれやめてほしいんですよ。いや、もう大人しく食えるようになってくださいよ。いや、あれもシーラのやつも多分もう食ったって周りの人が言ってさ。もうじゃあすごかったっすね。すごかったよ。で、またスタッフで来てたスタッフの彼が来たー来たって叫んだから全員ビクってなって余計にみんなうわーってなって、みんな大概乗ったってなったからガンガンガンって3回ぐらい、はいはい、入れるやん。追い合わせ、はい、追い合わせみたいな。あったくしなかったもんね。そうですね。バーンってもう君きれいに合ってたもんね。で来たうらーとかみんなが言ってるからなんかやった気にもなるし、なんか焦るししかも。いやいや言われるといつも岡村に言う方やからさ。いやそうですね。ほんま言われる側の立場初めて分かりました。人に散々言ってプレッシャーかけるくせに、キリキリあん時一切喋ってなかったもんな。黙ってよ。
いや一言だけ連れてって言いましたよ。あ、連れて心の声、はい、連れて連れてでもあれっすね、偉いもんってやっぱ岡村さんのあのマダイのでっかいやつ12分ファイトしてバラした時は炎上しましたけど、原西さんのあれに関しては今のところいや見応えあったみたいな感じでみんなコメント来てますね。そのあの姿見えてんのも、ね、あーそれがでかいんですかね。岡村さんのやつもやっぱ姿見たかったよね。ああ確かに確かに確かに、せめてね本当に見えてうわーっていうのはありなんすね。だからクリビットとしてやっぱ魚体みたいっていうのはやっぱ確かに、魚体みたいでやっぱフラストレーションたまるもんな。あんだけじらされてためられて12分付き合って バラし方によって叩かれるってことね。そうですね、確かに。今回原西さんはセーフというか、いや、見てて気持ちよかったもん。そうですね、なんかエンタ、ね、エンタメのエンタメバラシでしたね。ただ絶対に出てきます、ここも絶対ですよ。これは岡村さんのがもうほんまにあのぬるっとパツーンってテンション急に外れて、あっていうそのあんだけやってた、はい、一番嫌だバラシで、その時ダメやった理由を探して言われますからね、やっぱ巻きが遅い、コンピングするのに、はい、はい、皆さん、はい、終了でございます。終了です。はい、鳥が飛んでおります。こんな一匹だけで鍋するつもり？やります、とりあえずやりますよ。やる、はい、やるあのお店の人怒ってくるんちゃいます？店予約してちょっとだけ貸し切りね、短時間ではありますけど貸し切りにしてもらうのに、麺を多めに取り麺入れる、麺を最初から締めの麺入れて、はい、ボリューミーに行きましょう。あー難しかったね。さあ難しかった、エンディング撮りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、はい、負けた、負けました、ね、負けた。乾杯ですね。乾杯ですね。手応えない感じですよね。やっぱりね、どうでした先生、前情報を覆すように頑張ったんですが、前情報通りでしたね。まあ、そうですね。この情報社会の中で。情報社会、はい。その情報ってやっぱ大事じゃん。いや、まあ、情報大事ですよ、ね、はい、信用しないと。だから、ちょっとどうしても今回ね、鍋を食べたい方がいらっしゃる。はい、そう、私が。食べたい方がいらっしゃる。もうちょっと先生に頑張ってほしかったんですよ。ほんで、あとね。いや、先生、めちゃくちゃやってくれてましたよ。頑張ってましたよ。先生が釣ったから見れただけで。なるほど、やっぱ早かったら見れなかったんですか。水温が、そうです。あったかいし。時期も早かったです。うん。そうか。今日だって、3人さんなんで、足4本ずつと頭っていう、はい、そんな浮き方ちっちゃい、どうなるのか分かりませんけども、ちょっと今冷静に考えたんですけど、はい、オープニングからなんでこんな暑いのに鍋食いたいって冷静に考えたらほんまですね、ほんまですね、まずほんまやね、秋になってからでもいいもんね、鍋ってそういう季節なんですよ、鍋が美味しくなってからもう一回じゃないですか、これ、これはちょっとね、あのできたらリベンジした方がいいんじゃないこれは、まあ、確かにちょっと我々が釣ってないですから、3人がかりで、はい、こう何も、はい、先生だけが釣ったっていう、そうですよ、見捨てはもらいましたけどね、そうなかなかないじゃん、これ多分チャンネル始まって、以来初めてです、はい、そのお三人が下道も釣れてないです、ね、下道すら釣れて、下道も釣れてない、下道ってお茶濁すことは何回もね、お得意パターンでやってますけど、なんか足5本のやつが釣れ、いや人手です。大量ですけど、はい、鍋には入れたくないので、そうあれはそうですね。そうなんです。であれでベストシーズンが10月の末なんですよね。そうですね。今だから厳しい状況なんでベストシーズンが狭いんです。なるほど。1ヶ月ちょいしかないっていう。いっぱいいれば今頃でも釣れるし、うん、例えばもっとすごくさ翌年でもいるかな、はいはい。長いんですけど、タイトにそこのどこ狙っていくかっていう。でこれはどうしますか。もうシーズン来た。タイミングでもう一回リベンジしますか。あのスケジュールがちょっとね、はい、はい、はい、スケジュール会えばですね、
次回またちょっと、はい、したいと思います。わかりました。これじゃあ実食編はやるということですか。やんの、あのこの後、はい、その大人3人ですき焼きって肉1枚みたいな状態になりますけど、うわ本当に麺ばっかり入れる、恥ずかしい。全長このぐらいですね。こんなもんですけどね。たぶんだしが出るんで、はい、美味しいチクミ鍋を言ったらですね。はい、言います先生も言います。でも、あの、食べる分少なくなる。そうですね。大量の時にちょっと一緒にね、はい、来ていただいて、ね、食べることしましょう。はい、まあ、とりあえず今回こういうことで、またあのリベンジ必ずしますので、はい、頑張りましょう、その時に。すいません、本当に。すいません。ちょっとあの、今からチクミ鍋。はい、こんな暑いのに、35度ですよ今日。はい、大丈夫です。部屋は暑くないので。まあ、ということでございまして、はい、まあ、次回頑張ってリベンジしましょう。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、チクミ鍋が出来上がりましたということで。はい。チクミ鍋完成ですけども、で、ここにあのちょっと岡村さんがいないですね。はい。ちょっと用事があると。はい、いうことなので、うん、食べる権利を拒否されましたので、食べる権利をあの一匹のやつを林先生も申し訳ないということで拒否されましたので、ということは我々2人2分の1で、ということはあのタコをズバッて半分、うん、違います。えどっちか、010なんで010なんで自分負ける日ちゃう。いや俺はだけ言っといて、俺が企画しましたね。こんだけ言っといて負けるんちゃう。グラブ立ちましたよ今。とりあえずね、見たいです。見てないでしょ、はい、俺知らないんですか。そういう感じになっております。一匹貝というのありますけども、本当はブワって感じなんですか。俺本当は知らない。ブワでもないですけども、まあまあまあこんな大体2人やったらまあ7杯か8杯ぐらい入ってるんじゃないかな。7、8匹は入ってると。ネギとか他なんか野菜が入ってる感じじゃないですか、はい、ね、そうそう、やし、だから僕が食べたりはトックが入ってたりとか。へぇ、おもちゃトック、まあそれはオプションで入れたんですけどもね、うんうん、そういうのもあったりとかしますけども。へぇ、はい、で、ちなみに一応ここのお店さんは、うん、あのチクミ鍋なんかやったことないお店に無理やり無茶振りでお願いしてやってもらってます。ガンガンさん、ガンガンさん。ガンガンさん、すいません、本当にすいません、申し訳ないです。初めてだ。以前もちょっとあのシーラとかね、うん、お世話になったんですけど、はい、今回もまだ僕のわがままで、やったことないものを作れという、はいはい、完全なるわがままです、はい、もういろんな人が巻き込まれまくってますよ。チクミ鍋のためだけに、はい、ほんで、はい、こんな暑い時期に、そうですよ、もうむちゃむちゃで一杯しか釣れないというね。だけど本当に美味しいんでしょ、そうなんです。それぐらいハマったんですよ、ね、僕ハマりました。なので食べたい、じゃあ俺に食べさせてもらってもいいんじゃないですか。確かに、でも確かに ねプレゼン食べたことないねんもん。僕が食べたいと始まった企画なので。頑固やなそこ、譲れないんですか。でどうやって、はい、もうこれはじゃんけんです。マジで、うわ、いいだこじゃんけんです。いいだこじゃんけん、なんすか、いいだこじゃんけん。いいだこじゃんけんで買った方がいいだこ食べれるというね。はい、いいだこじゃんけんは一発勝負で、一発勝負です。うわ、いかち、タコなのにイカチ。言うてます、ね、今の結構 NG ワードっぽかったですけど。やばい、俺負けるかも。今フラグ立ちましたよ、ね、変な流れになりましたね。よし、はい、何出そうか。ちょっと決めますね。俺マジで食いたい。はい、よし、あれ出すの間違いないでしょ。よし、待って、決まりました。はい、決まりました。いいだこじゃんけんじゃんけん、ほいでいきますね、はい、いいだこじゃんけんじゃんけん、ほい、出す、出す、出す。言えへんのかい。うわ、こんなわがまま言って、よしよしよし、原井さん食われへんのかい。マジか、ちょっと待ってください。これでも逆にこれ原井さん食われへんかったから、また絶対これやるって言い出しますよ。この企画言いますよ、食いたいから。いや、まあ、飲まれですけどちょっといただきます、はい、あ、とりあえずお疲れ様でした。いや、普通に飲もうとしましたよ、一人で。まあ、残念やな。よしよし、じゃあまあ、はい、行ってください。しちゃってください、りょうさん。うわ、予想っていただいて。はい。チクミ鍋っていうのはそもそもどういう、うわ、まあキムチ鍋みたいなことですよね。辛い鍋の。キムチ鍋みたいなこと。はい、キムチの部分と具が本当にいいだこですね。うわあ、すごい。僕も何？食べる権利があるんだよ。もらえる、もらえる、もらえる。これどう？はい、もういいだこをパクっていく。もうガガっていった方がいい、その量やったら。おそらくですけど、はい、いっちゃってください、りょうさん、いっちゃってください、いただきます、はい、はい、ちっちゃかったな、だいぶちっちゃかりました、ちっちゃかったけど、
うん、おいしい、歯ごたえもいい、ね、歯ごたえがいい、これが本当においしい、この食感たまらんのよ、おいしい、ね、どん、え、あのこのちくみ鍋自体の味はどうなんですか。キムチのちょっと 甘いのをちょっと入ってます。うん、おいしい、うまそう、このこの料理に合うんすね、イイダコが、うん、タコうまうまいのよ。え、旨味もちゃんとギュッと出る感じですか、噛んだら。ね、なんだろう、あ、合うっていう風なことが合ってんのかな。タコの美味しさっていうよりもこのか甘辛いやつにめっちゃ淡白なやつが、はい、あ、なるほど、食感も含め合う感じ。へえ。で、ほら、タコしてるんや、はい、まだこの場合ってもう切り身やん、はいはいはい、足とかの切り身、あ、なるほど、頭の切り身やん、はい、丸々一品食べてる感もあるのよ。はあ、まあ、タコ丸々いただいてます、美味しいですって、ボリュームがんで口の中でグッと。おそらくやけどタコがこう大きな足があるとするやん、はい、それも多分美味しいんやけど、味的には似てると思うけど、ちっちゃなやつがよりタレとかみたいなのが絡んでくる感じ。あ、絡みやすいか、確かに確かに、あ、美味しい、あ、美味しい。ちょっと一個いいですか、はい、あのりょうさんが食べて感想言う前に、うん、ちょっとりょうさんより早めに、うん、原井さんフライングで食べてたん、俺知ってる情報あるし、いやいやいや、味を確認したかった。いやいやいや、食べてませんや。いやいや、そういうことじゃなくて、まず初めて食べるりょうさんの感想を5秒です、5秒待っときゃよかったのに、もう後から見直したら分かるんですけど、もうりょうさんがあって言う前にうまいって一言言ってますよ、ね、あ、美味しいって言って、いらんってと思って、俺いただきます、はい、はい、ちっちゃかったな、だいぶちっちゃなりました、ちっちゃかったけど、はい、いやもうみんな YouTube 勝手すぎるってテレビの時意外と守るんですけど、ね、ちゃんとやりますけどね岡村さんも喋らへんとかちゃうやん、ちゃんとやるんで、もちろんそうですね、 YouTube になると本当にみんなルール無用になりますよね、激ゆる、激ゆる、酒も乾杯もせんと、ねえ、普通に飲みかけてましたもんね、イイダコなくなったので終了ということでございます。はいやー、だけどあと4、5匹食いたいな、ね、やっぱそうなるんすね、はい、うわー、え、たちなみに今のイイダコは、うん、卵はなかったですか。ないですね。あのやっぱね、イイダコって言ったら頭にメスがタコ、あの、うん、卵をいっぱいバーって持ってるのがまたさらに美味しいって言いますけど、それはそれでなかった、美味しいからね、はいはいはい、卵で美味しいけどなんか寂しい、本当に寂しいです、寂しいですね。で、中途半端に食欲だけ増してね、今、うん、だって奥さんも行ったって言ってたでしょ、うん、韓国料理で、ここに来る前に俺、はい、一回荷物置いてきた、はいはい、家に近いからね、はい、その時に今、終わったんちゃうの、いや違うね、今からチュクミ鍋、え、チュクミ鍋めっちゃいいやん、あ、お、新大久保で食べたらめっちゃうまかったらしい、これってことはほんまに原西さんが言ってた女性好きっていうのは、うん、あながち、奥さんと娘2人は新大久保行って、はい、わざわざチュクミ鍋だ、家の近くにもあんのよ、韓国料理屋さん、はい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 、チュクミ鍋あるんだけど、はい、そこへ行こうっていうのよ、新大久保の、へえ、美味しいんだ、そう、なんかこの、飛びっこ飛びっこ子供、はい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 、卵の味が入ってるっていう、うちの奥さんも言ってた、飛びっこのやつ一緒のとこ行って、へぇ、えー、あるんだ、オープニング言ってたでしょ、岡村さんと亮さんの奥さんにぜひおすすめしたい、言ってました言ってました、知ってた、ね、知ってたっぽい、すでにね、奥さんに勧めていただきたいなんで、いや、女子がまず大好きなんですこれ、女性が大好きなんですよ、そうかな、何やそうかなって、ね、これを見ていただいて岡村さんの奥さんにもぜひ食べていただきたいという、もうわけわからんねん、レターですねこれ、はい、ビデオレター、なんでそこに行きたいの、違う違う、そこ行ったらええやん、違うよ、もうそこ行ったらええやん、ほんますね、最初からそこでもう飯食おうでよかったじゃないですか、いいやんでもちょっと僕はこれは正直納得してないので、はい、どうですね、はい、ちょっとあの時期が合えば、はい、時期が合えばちょっとリベンジのほうさせてもらいますので、はい、ほんでなんか、はい、あの釣りの楽しさを知りたい、知りたいよね、確かにそれ知りたいよね、結局一回もこう、そうっすね、明確な感じで分かるから、不完全燃焼で全員終わってるから、そうそう、ほんで俺が一回釣ったことあるっつってても、はい、それもピンと来てないまま終わってんのよ、ああなるほど、だからもう理解してる感じじゃないですね、はいはい、誘って釣るみたいなことをやってみたい、チャンネル史上初のツンツル電話もんね、ほんまのツンツル電話マジでこの動画だけじゃないですか、ですね、はい、はい、その関東界隈でどこかいいポイントがあったら教えてほしいな、ああなるほど、はい、うん、
皆さんちょっと情報があれば、はい、日本海側に行ったらそれは釣れるとかどっか行ったら釣れるかもわかんないけど、はい、意外と俺らが行けそうなところでまだね、はい、まあ、静岡の方でもいいですし、ね、はい、でそれで釣れたらいいですけど、それでほんま釣れんかったらもう全国行きましょ う日本海瀬戸内海どこでも、うん、そうです、飯田子釣りにキムチ持っていけ、キムチ持ってもその場で、はい、仕組み仕組み、うわー行きたい、弔い合戦したいと思いますので、弔い合戦、まあ、ということでございまして、はい、必ずリベンジしますけど、はい、今回はこれで終わりということで、よかったね、リオさん、いやだけど僕仕組み少し感じれました。そうね、よかったよ、初体験やもんね、はい、初体験して本当はもっとガツガツ行きたかったんですけども、はい、あ、チュクミをちょっとだけ知れました、はいはい、そこのこう気持ちをキープして、はい、次へモチベーションつなげましょう、はい、はいはい、ということでございました、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。スケロク食べてチャンスに当たり目食べてヒット